FBC キャプテンでした5です。アシスタントの FM 愛媛アナウンサー関千里です。 FBC 5番にした GO。 今夜はゲストに26日なでしこ2部リーグ優勝、そしてなでしこ一部昇格を決めた愛媛 FC レディースの赤井秀一監督をお迎えします。はい、この今回のこのチームの監督から見た強みって何だと思いますか？そうですね、やっぱりこの選手たちが自立してますし、それが一つになって戦えるっていうところがやっぱ今年のすごい強みだったかなっていうふうには思います、ね、かなり難しいまあそうですね、っていうのは本当に、うん、もう一人その全員が本当にチームのためにっていう思いで戦ってくれてて、本当に誰がっていうのは本当にいない中で選べないぐらいの一体感っていうか、僕が一応お願いしました、はい、その理由っていうのは何だったんですか？まあ、やっぱり今言ったようにチームをこう自分自身でプレーでも引っ張れるし、こう周りのことも気にかけてくれる選手でいるんで、やっぱりキャプテン中心にこうチームをまとめてくれたっていうのはすごく、でも実際こう得点もたくさん取れてる部分もあるんで、そういうゴールに対する執着心とか、まあ決定力で言えば質も上がってる部分はあるとは思うんですけど、やっぱりそういう昇格したいとか、うん、あの優勝したいっていう強い気持ちっていうのがやっぱり一番大きいのかなとは思います。心の部分ですね。僕たちにトップチームに関しては、うん、もっと、うん、出さないと、そういう繋がらないとなっていうのはすごく思うんですよね。まあこの、はい、今シーズンの結果で、まあ、来年一部リーグに上がるんですけど、はい、まあ、そこら辺のなんていうんですかね、イメージみたいなのはこういう監督になりたいなっていうのは自分の中で何かありますか？いやー、なんか目標とするっていうのはあんまりないけど、はい、やっぱりなんか憧れるのはなんかこう情熱的にこう言葉で選手を動かせる監督像みたいなのは結構すごいなと、はいはいはい、逆にすごくないですか？いやいやいや、だからまあキャラクターがあるんで伸びしろじゃないですかそれを覚えたらもうシュウさん、いや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 、どえらい監督になりますか僕逆ですね、なんか理論系になりたい。多分勉強してもできない部分だから、うん、そうパーソナル的な、そうそうそう、その個人の、うん、まあ、はあ、そういうのができる。ゴーモリッスシュウさんにプレゼントしました。僕の完全に優勝で完全に盛り上がったんで、ゴーがもうその名の通りもうゴーモリだったんで、はい、プレゼントさせてもらって、イメシーゴーモリッシャゴーエンディングです。さあトップチーム次はホームゲームです。あさって3日日曜日 FC 町田ゼルビアと対戦します。キックオフは午後3時です。さあこれ大事なホームゲームですよ。いやー、はい、久しぶりのホームっていう感じですけど、うん、はい、言うてもあともうホーム2試合、そうなんです、もうこの状況でもうホームで戦えるっていうことの意味、うん、そしてこの日は西日本豪雨復興支援イベントでふなっしーがやってきます。ついに来ちゃいますね。スペックのバンド、はい、ゴロゴロゴロンズとライブパフォーマンス対決や、うん、トークショーがあります。このエンディングで変わってるゴー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 っていうのは一平くんが歌ってますからね。あ、これあのあれがゴロゴロゴロンズの曲なので、初耳です。あ、そうなんですすいません、あれ一平くんがずっと歌ってる。あ、そうなんですか。はい、あれがゴロゴロゴロンズですよ。いいですね。どういうふうにちょっとね、あのフナッシーと絡むのか、俺も楽しみです。めっちゃ俺のこと呼んでくれるやん。そうですよ。そういう意味のゴーゴーじゃないんですけど、勝手に俺はゴーなんで名前が。いや、いいね、それで。ゴーゴーゴーズ、ナイス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 みたいな。一番ぴったりじっくりくるそれでは、今週も番組の最後はご一緒に !1、2、3! ゴーモリカメラアップや。アップや。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。